祭壇画中央のパネル。祭壇画の全体像。小さいパネルの位置が上の画像と異なっている点に注意。最後の晩餐はディルク・ボーツによる高さ 180cm、幅 290sm のトリプティクで、ボーツの代表作の一つ考えられている作品。中央の最後の晩餐の場面を描いたパネルを最後の晩餐と呼び、祭壇画全体は、 生産の秘跡の祭壇がと称することもある。板に、油彩で描かれた、この絵は、1464年から1467年に、かけてのいずれかの時期に制作され、ルーベンの聖ペテロ協会に設置されている。制作を依頼したのは、生産兄弟会であった。依頼主との合意により、この作品に対する報酬はレンガ積み工のマイスターの千日分に、 当たる200来日シャーグルデンとなった。この高額の報酬のために、ボーツは並行して他の絵を描かないこと、画材の代金は自分で負担することなどに同意しなければならなかった。1475年に、ボーツが死去した後、二人の息子たち、アイルブレヒト・ボーツとデルク・ボーツが、父の制作した聖ペテロ教会の祭壇画の両翼の外側に絵を描くことを移植された。 投資投影によって構成された中央のパネルの画面には最後の晩餐のイエスと人たちの姿が描かれている。場面はイエスがキリスト教会の伝統では生産の始まりとされる私を記念するためこのように行いなさいという言葉を語るところである。食卓の傍らに立っている二人の男性は生産兄弟会の幹部と考えられている。 後ろの壁の窓の先に見える二人の人物については誰であるか知られていない。長めに引き伸ばされ、鑑賞者を正面から見据えるイエスの顔はベロニカの聖火を布を思い起こさせる。イエスは世の救い主としての祝福のジェスチャーをしている。祭壇画の両翼には4枚の小さいパネルが配され、いずれも生産との関わりがある旧約聖書の場面が描かれている。 これら小さいパネルは位置を入れ替えることができる。小さいパネルの一つ。アブラハムにパンとワインを差し出すメルキゼデク。左側の翼の髪型にはメルキゼデクがアブラハムにパンとワインを差し出す様子が、その下にはマナを拾い集めるユダヤ人たち、右翼の髪型には悪魔、バールの被災たちを殺した後に砂漠に赴いたエリアが描かれている。 神は天使を使わしてエリアにパンを与えた。その下には杉越の晩餐として調理された羊を人々が立ったまま慌ただしく食べている様子が描かれている。ありがとうございます。